こんにちは。年末のお忙しい中、いかがお過ごしでしょうか。速稼塾の久保です。今年も1年、いろんなことがありました。皆様の中にも、たくさん、いろんな思い出や、それからね、ちょっとだけ後悔があったんじゃないかなと思います。そうですね。今年こそは収入がバクンとね、増えるかなと思って期待していた、1月1日など思い出しませんか。あっという間に1年過ぎて、4月、エイプリルフール、それから8月、夏の暑い日、木枯らしの吹き荒れる秋、いろいろ思い出してみると、きっかけって本当になかったのかなと思うことばかりじゃないかなと思うんですよ。特にビジネスをされる上で、多くの方が集客にものすごく頭を悩ましておりました。YouTube を使って集客する方法もあったわけなんですけども、うまくいく人、うまくいかない人、これはね、様々でございます。いつから始めるのか、もちろん早めに始めた方がいいんですけども、思ったように集客ができずに、そのままなんとなく惰性で YouTube の更新を繰り返してしまったということを振り返って、なんか頭が痛いなというところもあるんじゃないかなと思います。そしてですね、YouTube に限らずなんですけども、様々な稼ぎ方が今年も生まれては消えました。でも、私から見るところ、消えなかったものがやっぱあるんですよね。YouTube。まあ確かにそうなんですけども、私からすると FX なんですよ。FX って、暗号通貨の流行ったものが出てきた。ICO が出てきた。なんかわかんない。ね。謎の方法が出てきた。でも FX って同じ理論、理屈でずっと私たちの前に立ちはだかっているんですよね。じゃあ、1年間 FX を通じて、儲けた人、儲けてない人、どこに大きな差があるのか。私はテクニカルという基本的な理論をマスターした人は、どんな事態が起きても FX で利益を上げ続けてるんだろうなと思います。で、片っぽではですね、FX のなんかツールとかね、月利 200% とかね、こういった数字が踊るものに心惹かれて多くの方が参加してしまった結果、なんだかわかんないけども、お金なくなっちゃったねと、思ったより増えないよねっていうところに立ち止まっているんじゃないかろうかと思います。そもそも FX のツールって、稼げない人が使うじゃないですか。稼げない人が売ってるんですよ。そして稼げないプログラマーが作ってるんですよ。稼げる要素は私から見ると見当たらないんですよね。反面 FX、 私はもうすぐ7年になりますけども、7年もやってるとさすがにどんな素人で始めても7年やったら、しかも毎日やってたらね、それプロ級になると思いませんか。プロ級っても一流のプロではなくて、そうですね、毎月2、30万とか50万とか、時には100万とか、そんなのが稼げて不思議じゃないようなレベルにはなると思います。特にテクニカルを人に説明できるレベルでマスターしているわけですから。で、今回の動画はね、そうなんですよ、私がこの6月からスタートした FX オリガルヒ、こちらの方の申し込みが先ほどありまして1名埋まってしまったんですよね。ということなんで、あともう今年も特別価格でご案内できるのはあと1名ということにしようかと思います。悩ってらっしゃる方ね、何名かいらっしゃると思いますけども、この1名の枠を取りに来てください。そしてこの1名の枠が閉ざされますと、もう募集は今年しないのか、そんなことありません。35万にしてもう1名ないし2名の募集をします。ですんで、今ね迷ってらっしゃる方いると思います。連絡をしてくださった方、そして連絡はしてないんだけどもどうしようかなと思ってる方、29万8000円は1名です。先着順です。すみませんが、焦らすつもりはありませんけども、あとね、1名なりないし2名がオリガルヒの今年のサポートできる、メンバーのね、上限というふうにさせていただきます。23名で取り組んでいました、この半年間の FX ゴリアル日。1名参加されて24名になります。ですんで、25名に枠を広げても、そのぐらいが妥当かなと思ってるんですよね。で、来年は、50万、49万8千円での募集になりますけども、でも、この半年間、半年以上、私が毎日積み上げた講義、Q&A、それからリアルタイムチャート解説、こちらの方が大きな資産となって、すでに構築されてます。半年前にプレで入られた方、本当にラッキーだと思いますけども、最初何もなかったでしょ。何もない、これから始まるものを29万8000円で買った方。ね、日々どんどんコンテンツ積み上がってきて、今日に至ったわけですけども、でも、その半年間のコンテンツが詰まったものをいきなり手にできる方も、あと1名29万8000円です。そして、その1名に漏れても35万です。お得でしょ。そしてですね、来年になりますと、49万8000円でのご案内になりますけども、それでも損はないと思いますよ。なんせ
FX の攻略っていうのはお金の攻略ですからね。もはやどうやって集客しようかな、どんな商品を売ろうかな、誰とどうしようかな、あの人にお金を持っていかれた、こういう心配ないんですよ。 FX って一人でできるわけですから。しかも人に何か関わったり、人に教えたりサポートしたりってする必要はないですからね。で、私は FX をやりながらおせっかいというかサポート好きなんで、こういう風なね、FX オリガルヒになるものをやってきましたけども、どうでしょうか、 FX オリガルヒのもうご参加中の皆様、私の更新が滞ったことがありますか？私からの Q&A の回答が1日待たされてありますか？ね、1時間以内に大抵返信があるはずです。遅いなと思っても3時間以内です。すごい遅いなって言っても6時間以内です。それ以上時間がかかった返信は私やったことがないです。いつでもそばにいるかのようにご連絡には即対応、業界最速でサポートをこれからもし続けます。おそらくこんな約束ができるのは多分私だけですよ、ね、FX をやる人ってそもそもサポートがめんどくさい、塾の運営が苦手だ、商品作るのが嫌だっていう人が来るわけですからね。そうなると FX の塾っていう風にやったところでサポートがおろそかになる人ばかりなんですよ。いや、私はそもそもおせっかいですから、サポートがしたい方が先なんですよ。皆さんのわからない困ったを解決する、そちらの方に強い関心があるわけなんですよね。まあ、ですんでね、私といえば人間関係があんまりないですから、 FX オリガルヒに来ていただいた皆様をどうサポートするか、ここに私のこれからのね FX のやりがいがあるわけなんですよ。まあ、ですんで、私今年50になりましたけども、50代60歳になるまで少なくともこの10年間を FX オリガルヒにぶち込んでいこうと思いますからね。この10年の間に投資業法など取れるものは取って、そしてできればね、これは約束はできませんけども、私の希望ですよ。学校法人みたいなのを取ってね、FX の専門学校をやりたいんですよ。いや、FX だけじゃなくていいですよ。投資の専門学校みたいなんです。FX もあるし、株もあるし、株はね、週刊中年ジャンプのストーンさんがいらっしゃるでしょ。あの方が来てくれるそうなんで、こういうのはどうですかね。投資の専門学校、もちろん学校法人取るハードルはかなり高いですよ。そんなことは承知の上です。でも笑われるぐらいの夢を50歳から持ってもいいじゃないですか。言ってみればその夢にね、協力してくださる方、一緒にその FX オリガルヒをはじめとした FX 投資塾、学校法人は取れないかもしれないけども、そういったグループを、組織をこれから夢に見る方、ぜひ一緒に FX やってみませんか、ということでございます。で、この度ね、初心者の方とか経験のない方、 FX オリガルヒにいきなり入りたいと思ってもハードルは高くございます。経験がない方ができるものではありません、 FX は。ところが経験がないよ、ちょっと初級の知識とか考え方とか、なんかそういうところもサポートしてませんか、と、初級編とかもないですか、みたいな方には、お問い合わせをいただいた方にはね、それなりのプレゼントをお出しします。びっくりなプレゼントです。ですんで、初心者の方でも困らずにできるように作っております。この度 FX オリガルヒにお申し込みの方は、いや、私は初心者なんで、ちょっとね、例のおまけをもらえませんか、と、少なくとも教えてもらえませんか、そのおまけは何ですか、というふうにメールに書いてください。おまけは2つあります。もうお察しのいい方はピンときたでしょうけども、このプレゼント2つにしてもかなりの価値のあるものです。すごいです、自分で言うのもなんですけども、はい、これを受け取って FX オリガルヒに来ていただく、そんなこともできるわけですね。まあ、ですんでね、お気軽にお問い合わせください。すでに FX オリガルヒにご参加の皆様でも、何そのプレゼントと思われる方はメールをください。オリガルヒで勉強しております、例のプレゼントって何ですか、と聞いていただければこっそりお知らせいたします。はい、じゃあまとめになります。 FX オリガルヒ最後の募集です。今日、明日、明後日、この29、30、31しかありません。それを過ぎると49万8000です。今お申し込みいただければあと1名29万8000、それに漏れた方35万円以上です。お申し込みお待ちしております。では失礼します。